エウゲン・ヨシップ・ユージン・ガレコビッチは、オーストラリア・メルボルン出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。2000年12月、19歳の時に、ガレコビッチは、ビクトリア・シュモーウェルをホームにする、NSL のギプスランド・ファルコンズでキャリアを始めた。翌シーズンに、サウス・メルボルン FC へ移籍し、NSL が消滅する2003から04。 シーズン終了まで在籍。その後、アテネオリンピック制 GK として、成り物入りで、ポルトガルの SC ベーラ丸へ移籍するも、トップチームでの出場機会はわずかにとどまり失敗に、終わった。2005から06シーズンの A リーグ開催に伴い、創設された、メルボルンビクトリー FC へ加入し、開幕戦のシドニー FC 戦でデビューした。このシーズンは、 当時監督を務めたアーニー・メリックの意向で、GK では非常に珍しいローテーションを採用したことで11試合に留まり、残りの10試合をマイケル・セオクリトスがゴールマウスを守った。2006から07シーズンは、セオクリトスが負傷するまでを第 2GK として過ごし、第13節サンコープスタジアムのブリスベンロアー FC 戦で先発出場した。 2007年10月30日、ダニエル・ベルトラムが負傷したことにより、その代役として、ライバルチームのアデレード・ユナイテッド FC に引き抜かれ、ハインド・マーシュ・スタジアムで、ブリスベン・ロアー FC 相手にデビュー。2008年1月20日、ブリスベン・ロアー FC 戦で2から0と勝利し始めて、クリーンシートを達成すると、12月27日の1から0で勝利した。 パースグローリー FC 戦まで5回クリーンシートを記録した。2011から12シーズン途中から、ジョナサン・マッケインに代わりキャプテンに就任した。2017年6月16日、メルボルンシティ FC に移籍した。2019年5月、現役を引退した。2019年5月29日、アデレード・ユナイテッド FC のゴールキーパーコーチに就任した。 2009年、リーグと AFC チャンピオンズリーグで印象的なパフォーマンスを見せたことから、同僚のスコット・ジェイミーソン、ポール・リードと共に、オーストラリア代表に招集され、1月28日の AFC アジアカップ2011インドネシア戦でデビューした。同大会のクウェートに2-0で勝利した試合を最後に、しばらく代表から遠ざかっていたものの、 2010フィファワールドカップ開幕前にブラッドリー・ジョーンズが息子の白血病を看病するために辞退したことで大役としてメンバー入りを果たした。2013年7月東アジアカップ2013のオーストラリア代表に選出された。ありがとうございます。